はい、どうも。今日は、オーガールの話をしようかと思います。なんかいろんな曲を言ってもらってるんで、どうしようかなと。でもなんかちょっと内容的になんか思いつくこと、なんか内容って意外とだからなんか、セブンスブルースとかはすごい曲が多いんで、なんかもうよくわかんない曲とかも、もう一回なんか、今回もなんかいろいろ聞いて、リクエストもらって、一回聞き直さないとわからないみたいな、そういうのがあったりとかするんですけども、でも聞き直すとね、なんかまたいろいろ思いついたりとかっていうのがあったりはするんですけどね。オーガールはね、結構印象深いというかね、結構アレンジがね、難航したんですよ。なんかもう何なんなんか3、4、5回なんかいろんなバージョン作ったような気がしますね。M5 の呪いっていうのがあってですね アルバムね、いつもだからタイトルとかって一番最後につけるんで、もう最初 M1、M2 って言って、通しナンバー、その後になんか松本さんが副題でなんか面白い話いっぱいついてたりはしたんですけども、その時のなんか旬の自分たちの仲間内の話題みたいなのがあったんですけども、で M1、M2、M3 とかって、 M5 になると必ずなんかね、アレンジが難航するんですよね。だからそれがまさにオーガールが M5 で、でもこれはだから、2枚目のアルバムだから、その後3枚目のブレイクスルーの M5 とか、どの曲かもう覚えてないんだけども、それはなんかね、そのなんか4枚目ぐらいまで M5 の呪いっていうのがあって、結構大変だったっていうのは覚えてます。で、何が大変だったかっていうと、一番最初にタントンタントンタント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 タンっていうクロッケン、あれまさに、この間なんかなんだっけな、僕がストリングスをサビで入れないっていう時に言った、そのなんかシンセの後ろに、シンセと同じように、ストリングスの、成分の音をこう入れるっていう、それのまさに音なんですけども、だからストリングスが普通こうファーってなるやつをこうファンってこうピアノみたいな、ディケイっていうんですけども、そういう ADSR っていうエンベロープっていうのにして、でそれとガンコン、あのキンコンカンコンって音とを混ぜてやってるのがあの音なんですけども、それ最初なんかあれだけだったんですよね、サビがね。なんかね、まず最初はなんかね、まずテンポがなんかもうちょっと遅かったりとかして、で、なんか違うなって、なんか僕は別にいやこんな感じかなとかと思ったんだけど、松本さんがなんか違うなっつって、なんかいけてないとかっつって、で、じゃあちょっと考えるわとかっつって、いろんなものをいろいろ考えて、で、最終的に、タタ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 っていうの、あれはおそらくなんかブラスと何かを混ぜてるみたいな、そういう音なんですけども、あの音を入れた時に松本さんの OK が出たっていう、だからまさにそういう、あれ基本的にドラムがドンツッタンドンドンツッタンドンドンツッタンみたいな感じの8ビートなんで、でもだよな、ベースはダダ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 ダってね、なんかね、初期の頃結構よくあって、松本さん好きなんですよね。実はというか、初期の頃、ファーストアルバムは実は最初の7曲ぐらいは松本さんが、全部打ち込んできて、あの人意外とちゃんと打ち込みとかもね、すごい細かくいろいろやるんですよ。で、ベースラインとかもちゃんと打ち込んできて、シンセとかも入れて、で、ドラムも入れてみたいな。で、必ずなんかシェーカーとかが常に入ってて、だからそれでずっと、だから初期の頃ってシェーカーが16で入ってたりするんですけども、で最初のアルバムはだからそれを僕はマニピュレーターとして、それの音色を差し替えたりとか、なんか、音色をいろいろ、いろんな風になんかしたりっていう風な
仕事をやってたっていう感じで、で、最終的には、一番最後、それこそ M1 から始まって M10 っていうのが、だからその手を離して、でその時に、あ、明石くんアレンジャーらしいからこれちょっとアレンジしてって言われてしたのがあの曲なんですよね。だから、よし、じゃあここで頑張ったらきっと次からはなんかアレンジャーの、あの位置を認めれるに違いないと思ってめちゃくちゃ一生懸命気合い入れてやったんですよ、あれは。まあ、何でも気合い入れてやりますけども、なんだけど本当になんかよし、これはチャンスだっていう感じで、やったんですよね。で、それがで、それでなんかそのそれが結局シングルになったりとかして、でそのレコーディング終わった頃かなに、あ、もう次のアルバムから明石くん全部やってもらうからって言われて、おやったと思いながらも、なんか、まあ責任はあるけど、まあでもね、やりたくてやってることなんで本当にもうやったって感じかな。なんかそれはありましたけども、オフザロックでね、覚えてるのはね、まあ、めちゃくちゃマニアックな話しますですね、いろんな機材をですね、こうシーケンサーっていうもの、そのこういろんな打ち込みをしたものからこう音を出させるわけですよ。その時にいくつかの機材を混ぜて使うんですよね。でその時に一個一個の音の出るタイミングが微妙に違うんですよ。でそれがすごい気になってた時期で、僕はだからそれをなんか全部合わせたりとかしてなんかやってたりするのを覚えてます。それからあと最初にドラム入れてベース入れて、なんかギターを入れる前か仮ギターかなんかを入れた後にシンセをまずダーッと完成させて、それに対してギターをバーって入れるっていうパターンにしたんですけども、でギターを入れてみて聞いたらですね、ギターの音がすごく太すぎてってことはね、ギターの音が強力なんで、シンセがすごくなんかしょぼく聞こえるというので、もう一回全部取り直したっていうのも覚えてますね。なんかね、まあデータは一緒でいいんで、もう一回こう一生懸命音色をなるべく、まあそれでそういうところでだんだんだからなんかこう音色自体は鍛えられていってるっていう、それがだからその後のいろんなこういっぱいのヒットにつながったかなっていうのがあります。だからまあその辺、オフザロックの頃っていうのはもうそっから先のなんか基礎ができてた時期みたいな感じはすごいあると思いますね。そうだから、タン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 あとかって、あれはストリングスなんですけども、ストリングスっていうかな、でもまああれはなんていうのかな、キーボードで弾いてるってそういうイメージの感じなんですけども、あれとかはなんていうのかな、ジャンって音が出ないじゃないですか。ストリングスってファンファンファンって出るから、結局なんかダルテンツ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 っていうのがなんか。どこのタイミングにすればいいのか。だから普通に、ウッタツッタツッタツッタの場所で、ストリングスをこう音を始めると、そこから音がだんだん出てくるから遅くなるんですよ。だから普通に入れると絶対に遅く感じると。じゃあどれぐらい速くしたらちょうどいいのかっていうのは本当に試行錯誤なんで、もうちょっとずつ前にしたり後ろにしたりとかして、なんかでそうやってやっていくと、またそういうパターンっていうのはよく、他の曲でも出てくるんで、そういうところのノウハウとかがどんどんこう分かってくると、だんだんそういうところがスピードアップしたりとかっていうのがあるんで、この頃は本当になんかシンセの音とかも一音色なんかいろいろ作って、でっていう一音色作るのに1時間ぐらいかけたりとかして、まあ普通にギターダビングとかああいうふうな、のもだいたい1個のトラックっていうのかな、1つの音色を作るのにだいたい1時間ぐらい音色とプレートでやるんで、だいたいギターダビングって1日にだから2曲とかぐらい、3曲ぐらいしかできないっていう感じ。まあ何でもドラムとかでもだいたい3曲ぐらいが、まあ集中力の限界なんで、まあそれぐらい撮るのが多いんですけども、なんでその、キーボードとかもすごいなんか、シンセの音色とかもこの頃はすごく時間かかってすごく大変でした。でもその中でやっぱりなんか最終的に
結果こうミックスまでしてできたときにすごくいい感じの曲あの音色っていうのがだんだんできてくるん でそういうなんかこう勝ち残った音色だけをこう使うようになってきてるんで、だから、まあ、その間にもまた新しい音を見つけて分かってどんどんそこからバリエーションを増やしてはいくんですけども、基本的にはなんか勝ち残った音っていうのがいっぱいあって、それをどんどんこう使っていくからだんだんどんどんスピードアップしていくっていう、だからあグロッケンだったらこれとこれとこれと3種類あったぐらいがそのこんな曲層に合わせてとかそのボーカリストの雰囲気に合わせてみたいな、そんな感じで、合わせあったりとかっていうのがとかもありますね。だからそういう初期の頃っていうのは本当に、すごく大変でしたね。まだオフザロックの頃とか全然売れてなかった頃なんで、だからまあでも、まあ、無我夢中で一生懸命やってたみたいな感じです。割とね、この間まで同窓会ライブって言ってこの頃の、後ぐらいジャスト・アナザー・ライフの時の、サポートメンバーとなんか同窓会ライブをやった時もやっぱキーボードの広本さんのなんかテーマ曲みたいな雰囲気になってるんでこの曲やったりとかもしてました、ですね。そんな感じ、割とちょっと今日は初期の感じを思い出して、お話をしてみました。ではまた。